広島カープ塾始めます。今日はですね、ちょっと松山選手を取り上げようかなと、全く取り上げる機会がないので。あ、そうですね。なんか松山選手の話、なんかシーズン入る前くらいにちょっと塾長の話いただいて、そこからなんか遠ざかっちゃってますね。はい、はい、わかりました。じゃあ塾長お願いいたします。で、松山選手がだいぶこの、まあ、いい面とも言えるし、はい、悪い面とも言えるんですが、代打過剰というのが板についてしまったんですね。ああ、そうですよね。開幕の時は4番とかなんか打ってましたけど、まあ、まあ、3番とか5番とか、まあ、スタメンね、まあ、いろんな事情で、スタメンで使わざるを得ない時、まあ、クリーンナップを、はい、まあ、任せて使ってたんですけれど、これね、カープのファンとしても、はい、まあ、これは当然首脳陣としても、ちょっと役者として育てちゃった方がいいのかな。うん、これは阪神の、はい、阪神の真由美選手とかね、川藤選手とか、檜山選手とか、もう大、八木選手とかね、代打の神様に祭り上げちゃった方がいいんじゃないかと。まあ、川藤選手もすごい絶好調だからといって、例えば6番とか7番、レフト、川藤、構造ってないですもんね、センター。ないです。で、実は優勝した時って2割打ってないんですね。実は優勝してない次の年3割打ってたりするんで。はい、イメージが違うんですけれど、例えば、まあ、レギュラーだったから、まあ、ベテランになってから、真由美選手とか、まあ、八木選手とかね、まあ、檜山選手とか、まあ、阪神が多かったり、まあ、ロッテの三郎選手とか、福浦選手とかね、その、もう、代打の神様みたいに、祭り上げるのも手かなと。なるほどね。もう相手ベンチに神様が出てくるんだと。ああ、そうするともう向こうもそういうふうに思っちゃいますからね。思わせるんですね。これはファンもやることをやった方がいいと思うんですね。カープのファンって前田選手以外に代打の神様って祭り上げ方をした選手、町田浩二郎選手ぐらいしかいないんですね。町田、そうですね、だいぶ前ですね。そうなりますね。でも阪神行っちゃったり、で、キルカーブでは終わってないが、はい、ちょっともう作っていいのかなと。長野選手はもう、困った時にスタメン出てくださいじゃなくて、いや、もうあなたたちはもう7回以降困った、はい、た時に点取ってくださいの人たちですって祭り上げるのかなと。そういう風に打ってるんですよね、松山選手は。特に7回以降は実際そうですよね。ところが、ね、打順の都合上、はい、5回とか6回、ちょっと早いなって時って打ってないんですよ。もしくは出塁してくださいっていう時、まあ、出塁はするんですね。出塁はするんですけど、カーブ自体の点が入らないんですね。なるほどね。松山選手は出ました。ダイソーが曽根です、上本です。で、その後点取るために、まあ、代打の一番手として使ってで、ノーアウト一塁で使ってるのに点が入らないんですね。ああ、
ですか。ああ。ではなくて、ビッグマンじゃないと。ねえ、だったらもう点を取る神様として、はい、もうここは松山でしょうと。はい。ああ。もう塁に出てもらいましょうと。もしくは点を取ってもらいましょうと、神様ですからっていう扱いにして、蝶野選手もそうですけれども、特に松山選手は、まあ、カープ、生え抜きですからね、一筋ですし、そうですね。で、途中からそういう雰囲気に使った選手に、エルドレッドがそうなんですね。あ、そうですね。番号も引き継いでますので。まあ本人もね、その中途半端にたまに出るし、たまにスタメだし、たまに代打だしみたいなよりも、もう代打の切り札ですと、いう方がいいんじゃないかと。やはり、守備が見てられないんですよ。そうですよね。ねえ、スタメンで出た時に、はい、どうしてももう、ヒヤヒヤ感いっぱい。で、多分、でまあ、ファンがヒヤヒヤ感いっぱいってことは、投げてるピッチャーはもっとヒヤヒヤして投げてる気がするんですよね。局長、私、記憶ないですけど、加藤選手の守備ってどうだったんですか？加藤選手は実は、走攻守優れた選手だったんです。肩も強くて足も速かったんですが、怪我したんですよね。あ、門田選手に近いんですよ、走攻守すぐ、まあまあ、あとは下部で前田智則選手、怪我をして、走れなくなったんで、プレーができなくなったんです。なるほど。で、代打稼業に、はい、まあ、代打っていうほど、当然これは門田選手とかね。まあ、福田選手だったり、前田選手と違うのは、代打稼業にやるほど打撃技術がなかったんですね。3割打てたことはないので。なので、まず応援団長が入るんですね。なるほど。ベンチを盛り上げると。はい。で、ベンチをなんで盛り上げるかっていうと、自分が打席に立つときに盛り上がった状態で打席に立つ状態を作るんですね。ああ。自分のためでもあると。盛り上がらないですから。はい。自分のためでもあるということですか。自分のモチベーションをどう上げるかっていうと、加藤選手で多分、一番最後に近い出場機会になっていましたから、代打の切り札と言われる前が、はい、レギュラー怪我をして、もうちょっとレギュラー見えないなと、で加藤博和選手っていう選手が、まあ、当然太陽に行ったりして、はい、チャンスはあったんですけど、佐野選手とかね、長崎選手とか、まあ、では阪神も他チームから柏原選手が取って、よりこう、はい、加藤選手の出番がなくなっちゃったんですね、怪我も含めて。で、これで自分の居場所のために、まずチームのために自分が何できるかって、声を出すこと。で、声を出すで自分のモチベーションも上げないと打席に立てないわけですよ。そうですね。今よりもファンが応援してくれるというよりかは、はい、控えの選手に対してはヤジの方が多かった時代ですから。どうせ打てないでしょみたいな。そうでしたね。だったらピッチャー続投させろよみたいな、お前が出るからみたいな雰囲気の時代なんですね、昭和50年代、1980年代の。特に先発のね、力がすごく中継ぎやリリーフよりもね、もう先発と、あと、何、リリーフが3イニングホール時代、先発とリリーフっていう時代だけで成り立つ。で投手陣の中でも先発の力が高かったんですよね。高かった。もう、そうです。で、あとはリリーフ3イニングですから、もう、まあ、ある意味、2人で試合を任せてねっていう時代だから、より先発の方が、イニングは7イニングなんで、高いと。
そうですね。で、まあ、代打としては、当然、ピッチャーより打つよねぐらいの扱いで代打で出される。はい。これでモチベーションってきついと思うんですよね。そうですね。これをカート選手は多分、ベンチで声を上げる。で、チームに活気をつける。でも、チームで活気をつけるっていうことと、もう一つは、自分に活気をつけないと、ベンチにいられなかったんだと思うんです。あ、そうでしょうね。そうでしょうね。そうでしょうね。確かにそうだと思いますね。ここが今の、まあ、当然、八木選手とかね、後々の真由美選手から始まる、代打の神様と川藤選手の違いなんですね。この後、阪神の代打の神様は、全員レギュラーだった人が神様になってくるんですね。じゃあ、元レギュラーがね、そうですよね。真由美選手とか、八木選手、檜山選手、関本選手、はい、まあ、当然、ロッテでいう、初芝選手とかね、サブロー選手とか福浦選手とか、みんな一回3割打った人が代打の切り札になっていく。そうですよね。守れないので、守りが、まあ、見てられないのでというか、まあ、DH でもちょっと走れないので、はい、やはりダイソーがいると。どうせダイソー使うなら1打席の方がいいでしょうと。でなおかつ代打であれば好きな時に使えると、はい、出塁してほしい時、点を取ってほしい時、要は打順に入れちゃうと何の巡りかによって使えないんですよね。そんなような形で松山選手には松山選手もう祭り上げてしまうと、周りが、要は松山選手を見ていると加藤選手のようであるけれど、加藤選手と違うのは周りで作った方が乗るのかなと。確かに菊池がこう、菊池選手が結構松山選手をいじるのも、なんとなくそういうところを感覚的に分かってるんでしょうね。分かってるんだと思うんですね。要は、自分から、ああいうふうに声を上げて、ベンチを盛り上げて、どんどん乗せていくっていう明るさ、では、こう、もともと持ってるような明るさではなくて、作り上げる明るさにしちゃう。と辛いと思うんですよね。なるほどね。でも周りが上げてってしまえば、しかもファンも含めて神様だと、こう松山が出てきたイコール神様が出てきたってやってしまった方が、より打つと思うんですね。今結果も出てますからね。代打ランナー出れば点取れます、もしくはランナー進められる、もしくは一三塁にして自分も出てくれる。なるほどね。これが大きいのかなと。どうもね、松山選手、5回、6回ぐらいで塁には出るんですけど、まあ、フォアボールとかね、ヒットではなくて、まあ、大体フォアボールが多い。これ、カープ、点取れてないんですね、松山選手の出塁の後が。松山選手だから、やっぱり集中力は高いと。なんだけど持続しないんですかね。後半の昔カープにいた西田選手に近いんです。ああ。1打席の読みと、思いっきりはあるんですよ。そうですね、ただピッチャーが、あ、こんな風に思ってこんな風な気分で立ってるなって分かられた瞬間にかわされちゃうんです。なるほどね。前田選手もちょっと分からないんで、前田選手も不機嫌な時ってやる気がない時はファンなんて分かりましたしね。分かりました。でもね、松山選手の方が、その、まあね、控えが多いので、そんな村っ気はないんですよね。だって、打たないと自分の生活、要は一軍が危ない、まだ。そうですね。
はいはい、そうですね、をずっとまだ続けてる状態なので、その村っ気はないんですけれども、うん、逆に言うと村っ気がない分だけ入れ込みすぎちゃうんですよね。なるほどね。あ、やらなきゃと、俺この場面でこういう役割を与えられてるからやらなきゃやらなきゃってではなくて、いやもう相手ベンチを追い込むんですね。松山選手が追い込まれるんじゃなくて、やっぱりカープも結局阪神に以前勝てなかった、まあ、阪神がある程度強くてカーブが弱いときは、結局、真由美選手とか関本選手、カーブのピッチャーがフォアボール出したり、はい。なるほど、ね。甘い球投げて打たれたり、やられてたんですよね。で、それはよく言われるのは、球場の雰囲気が打たせた。ただ、作ればいいじゃんって話なんですよ。球場の雰囲気で打たせ、打たれたんなら、球場の雰囲気で打たせる雰囲気を作ればいい選手にすればいいんですね。あ、確かにカープの選手なんかもそういう感じがありましたよね、球場の雰囲気がね、雰囲気を作った、あれにカープ選手が声出すことによって、主力のバース、掛布、岡田のあまり仲が良くない人たちが乗るんです。先輩ですしね、川本選手はね、そうですよね。だから ある意味、仲良くないけど一致させ、チーム一丸にする力を川本選手がそこで持ってたんですね。今それもあって、今タイガースの OB 会の会長をやってますよね。確かに今会長やってますね。もう随分長いですよね。長いですよね。引き受けてから、やっぱりそういうところがある選手だったんでしょうね。やっぱり必要なんだと思うんですね。そうですよね。で、これを松山選手に今結果が出ている以上、出てますけれど、より相手にプレッシャーかけちゃった方がいいと思う。そうですね。これが何が大事かというと、今後田中康介選手とか、まあ、今堂林選手たまに出たり出なかったりですけれども、このカープの控え、まあ、レギュラー取れそうで取れなかった選手たちだったり、レギュラー取ったけど取られちゃった選手たちに道しるべになるんですね。ああ、そういう生き方もあると。こうやってチームに貢献できるんだ。ああ、それありますね。それともう一つは、あ、こういうふうにファンがこういうことをやると応援してくれるんだと、ここまで祭り上げてくれるんだってことも大事なんですね。今までのカープにない、確かに代打の神様前田選手の一個出てないですもんね。前も作ってないんです、ね。だから一つは作るってことが大事、意図的にですね。これはベンチも大事なんですね。だからもうチャンスの場面の7回以降を使わないとか、極端なこと言ったら9回以降しか使わないとかね、松山選手に伝えた上で。栗林選手の投手の出し番みたいな感じですか。そういうことですね。もしくは7回以降の勝ち越し、同点もしくは勝ち越し以外は使わないとか。ああ、いいですね。あ、この意図的に相手に、あ、こんな切り札で切り札を作り上げてくるんだと、なんとなくこうバズるというか、こう SNS とかでも流行るタイプになりますね。そうするとね、そうだと思うんですね。で、そうすると松山選手はそういう場面で打てば打つほど今度はヒーローインタビューの場面に出てくるんですね。まあ、いつものパターン。そうするとカープファンにしてみれば、鈴木誠也選手、野間選手、菊池選手、松山選手のヒーローインタビュー大体待ってるんですね。待ってますね、打者の中では。いや、他も待ってるんですよ。活躍してほしいからヒーローインタビュー出てほしいんですけど、一番、まあ、楽しいというか、
盛り上がる4人なんですよね。野間、鈴木誠也、菊池、松山。松山選手の決め台詞がありますからね。ありますから。で、それに例えば若手が乗っかってくるっていうパターンはある。あくまでも松山に乗っかる若手がまだいるだけの話で、メインではないんですね。まあ、鈴木誠也が抜けてしまったので1枠空いてるんですが、これを使う面でも金ですね。確かにそうですね。なおかつ私がなぜコルコまで言うかって言ったら、今松山選手がすごく得点圏で打点を上げてチームに貢献してるんですから、これが勝ちにならないからヒーローインタビューに出てこないんですよ、負けちゃう。そうですね。ってことは阪神がじゃあ、あの時真由美選手、関本選手、檜山選手、八木選手、神様と言われた人たちの時代の阪神って暗黒なんで、勝ってないんですよ。ない時に代打の神様がいるんですね、あのチーム。確かにそうですね。で、今カープあそこより、あそこまで負けてはないけれど、負けてないからってことはヒーローインタビューに祭り上げやすいわけですよ。勝てる可能性が高いんだから。なるほど。より神様化しやすいんですね。なるほど。ちょっとロッテのように結局あの時にも、まあ、福浦がいたり、まあ、三郎がいたり、まあ、控えの選手の代打、まあ、初芝がいたり、あの阪神のように一人を神様にしてないけど、ベテランの代打を神様化して、結局あのクライマックス出たり、要は優勝してないのにクライマックス結構出てくるんですね、ロッテ。確かにそうですね。逆に言うと一発勝負に勝てる選手たちになるわけですね。代打の一発勝負の選手で結果を残す人が、大体クライマックスは1点差勝負ですから。なるほどね。だからこれを作ってしまうっていう。なるほど。これが今松山選手の状態が悪いとかね、あまりうまくいってないとか、そういう状態だとなかなか難しいですよね。それは無理ぐり感が出る。うん、確かにそうですね。でも最近松山選手ももうちゃんと塁には出るし、うん、アウトのケースは少ないわけですね。うん、まあ、よほどちょっと点差があって、ちょっと集中力を欠いてるなって時のアウトはありますけれども、もう同点になりそうだとか、いや、ここで自分が出ると、まあ、きっかけになるとかっていうときは、大体ルーに出てくれてますので。確かに、勝負がかかったところ、後半のね、代打だったら、松山選手の弱み、まあ、集中力とかですね、足が速くないとか、守備がちょっとうまくないとか、全部関係なくなりますからね。関係ないんですね。そうです。それとあのものすごく粘るんです。あ、チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。